死が検出されました。山崎の戦いは本来羽柴秀吉の天下取りへの道を決定づけた合戦です。明智光秀を下し織田信長の敵を討ったことで織田家での地位を確立させました。確かにここで秀吉が負ければ歴史は大きく変わる。秀吉を守り勝利させなければ。羽柴秀吉は現在ある宿場にて時間疎行軍により包囲されています。すぐに救出を。まだ中国大返しの途中か。足止めを食っているようだ。秀吉の天下取りはここからの本番だというのに、さっさと先へ進んでもらうぞ。新たな流れが検知されました。うつしなりにやってやるか。偽物君のお守りをすればいいのかな。ヤマンバ退治なんて俺の仕事じゃない。化け物どもめ、わしは機内へ急がねばならぬというのに。なら早いところここを出るが吉だ。俺たちが手を貸そう。あの門から外へ出られそうだが、時間疎行軍に先回りされているな。門の前にいる敵を倒せば済む話だろう。さっさと片付けるぞ。橋は秀吉はまだ無事だな。交戦中によそ見とは余裕じゃない。今は敵を倒すことに集中してくれるかな。主役なのか。仕方がない、他を探そう。こいつらの狙いはわしじゃ。勘弁、お前は引け。ですが。安部、命令じゃ。近之助。はい。ここにも時間疎行軍か。まあこの程度ならすぐに肩がつく。かかれ。本当に何の見せ場もなく終わるつもりか。もっと本気を出してくれるかな、偽物君。うつしに見せ場などなくて構わない。だが手を抜いていると思われるのは心外だ。この門も開かないか。そうだ、さっさと行くぜ。何を張り切っているんだか。さてここからなら。俺を写しと侮ったことを後悔させてやる。切る。俺は偽物なんかじゃない。時間疎行軍が多くては確かめられない。まずはこいつらを何とかするぞ。来い。手強い。望むところ。何を言ってる。こんな敵くらい倒せなくてどうするのかな。そこからなら宿場の外へ出られる。黒田官兵衛も待ちくたびれているだろうさ。早く行ってやれ。ああ、礼を言うぞ。
ソラ、任務が終わったぞ。どんなに強くなっても俺なんかに期待するな。これで羽柴軍は問題なく進軍できるだろう。だがまだ油断はできない。それくらい分かっている。お前こそ気を抜くなよ。当然だ。秀吉様、息を整えましたら先を急ぎましょう。ああ、ひどい目にあった。なんじゃあの化け物は。妙な剣士たちの助立ちがなければどうなっていたか。あの剣士は刀剣男子というようですな。そして化け物は剣士と敵対する時間素行軍。どちらも強い力を持つ存在です。しかし時間素行軍の方が多勢ゆえ、召し抱えるのであれば魅力的ですな。コンベ、お前なぜそんなことがわかる。ふと頭が冴え渡り理解できたのです。その目、どうかなさいました。いや、お前が大事ないんならいいが。とても心地いい。今は何でもできそうだ。この変化、喜んで受け入れよう。秀吉様のためにも。修復が進みました。やはり力がなければね。偽物くんは相変わらずだね。この晴れた空の下、陰気な顔をさらすとは。俺に構うな。今はただ出陣先で見た黒田官兵衛のことを考えていただけだ。思うことはいろいろあるが、さすがの風情だった。あの頭の中でいくつもの知略を練っているんだろう。頭の中はいざ知らず、とにかく陰気に見えたけどね。仲間にとってはやりづらいことこの上ないだろう。ああ、もしかして偽物くんはおこがましくも天才軍師に何か近しさを感じたのかな。ま、周囲との距離が開かないように偽物くんも工夫するといいんじゃないかな。そうだな、そうしよう。おや、案外首相だな。何か思い至ることでもあったのか。この前冷え込んだ日があっただろう。何気なく寒いと言ったんだ。すると1時間後には長谷部に布団にくるまれ、隣で野源が薬を作り始めた。俺が陰気だからきっと病でも患ったと思われたんだろう。それはまた違う話な気がするな。どうも嫌味が通じない。
はーい。どうでもいい。新たな力か。ヤマンバギリ国広だ。なんだその目は。写しだというのが気になると。使いこなせればいいが。悪くないと思う。悪くないと思う。使いこなせればいいが。悪くないと思う。使いこなせればいいが。使いこなせればいいが。これで戦うのか。わかった。では始めましょう。準備はいいぜ。悔しいな。なるほど。さて、いよいよ山崎の戦いだ。見たところ明智軍に先回られているな。はい、現在中国大返しを成功させた羽柴軍は布陣するために宝石寺へ移動中ですが、もうそこには時間即応軍が待ち構えている。明智軍に宝石寺を明け渡すつもりだろうな。宝石寺に軍を入れ、天王山を先に抑えられるかが天下の分かれ目だ。ぜひ場所を譲ってもらいたいね。羽柴軍のために道を開き、天王山を先に制するぞ。分かっているじゃないか。行くぞ。新たな流れが検知されました。分かった。偽物君のお守りをすればいいのかな。ヤマンバ退治なんて俺の仕事じゃない。宝石寺はこの先だ。羽柴軍の進軍路を確保しておくか。邪魔な時間速攻軍は俺たちが消してやる。明智軍は古いです。門は閉ざし、羽柴軍の進路を阻むつもりか。急ぎ門番を倒さなければ。あまり時間はかけられない。手早く済ませるぞ。第一関門突破といったところかな。先へ進むぞ。
激し軍が宝石との接近中、急いでください。というわけだ、先を急ぐとしようか。まただ、門番がいる。分かりやすくて助かるじゃん。さあ時間差攻撃、そこを通してもらう。門が開いたら先を急ごうか。ああ、また門番だ。まったく、かわいがりもしない。いい加減飽きてきた。だが足止めには効果的だ。急に突破しなければ。明智軍さらに接近中。明智軍に宝石寺は渡さない。余計な時間を食ってしまった。宝石寺へ急ぐぞ。まだ明智軍は到着していない。今のうちに時間阻行軍を倒すぞ。存分に鬱憤を晴らすよ。待たせたな、お前たちの死が来たぞ。芝軍が天王山に入る道は確保できた。みなよ、芝軍が到着するようだ。ここでの俺たちの役割は終わりだな。行くぞ。修復が進みました。おい、何を考えている？いや、悪くない戦いだったと思っただけだ。連携も取れてきたように思う。これぐらいで感心されてもな。調査を進める上では当然だろう。そうか。どうした？視線を感じた気がしたんだが、気のせいか。すまん、戻ろう。俺一人で十分だ。分かった。どうでもいい。では始めましょう。準備はいいぜ。と、
可もなく不可もなくかな。わざとじゃないんだがな。優雅にかっこよく。オーケー。羽柴軍と明智軍が交戦を開始しました。詳細は不明ですが、羽柴軍が押されています。さては時間素行軍が加勢しているな。急ぎ救援する。山崎の戦いも大詰めだ。さてすんなり勝たせてもらえるか。新たな流れが検知されました。わかった。偽物君のお守りをすればいいのかな。この俺に何を期待しているのやら。偽物君のお守りをすればいいのかな。期待はするな。俺は俺の戦いをするだけだ。明智軍の優勢を覆す鍵はやはり時間素行軍か。ああ奴らがいなくなれば羽柴軍に勝機が訪れるはずだ。あそこにいるのは明智光秀か。遠くを見つめているが一体何を。考えられるとすれば戦況把握のためか。だが伝令兵を使わず目視で。明智光秀の家臣の軍勢だが時間素行軍の支援を受けているようだ。どう見ても黒田官兵衛の軍は劣勢だね。時間素行軍は俺たちが引き受けた。まあこんなところここはもう大丈夫だ。新たに時間素行軍が出現しました。ここも明智軍が優勢だ。まあどれだけ奮闘しても相手が悪い。ああ時間素行軍は俺たちが受けよう。行くぞ。化け物どもは消えた。全軍に告ぐ。今こそ反撃の好機ぞ。部隊の士気が上がったようだ。戦況も時期変わるだろう。また援軍か。それも時期を計ったかのように現れる。戦況を見通す司令塔でもいるのかな。戦況を見通す。もしかして明智光秀が何か関係しているのか。やはりここでも羽柴軍が苦戦している。本来なら華々しく活躍したものが。仕留めるぞ。言われなくとも邪魔な時間素行軍には退場してもらう。一気に片付けるぞ。化け物どもがいなくなった。今だ攻め込め。さあ後の見せ場は譲る。本来の流れ通り向こうを立ててもらおう。またしても新たな
今しかないな。見せ場かな。そこだ。ぶった切る。やるな。で、次は。ラチカン素行軍が出現しました。くそ、次から次へと。いい加減しつこいな。いいですね。こんなところに道、明智軍の方へ続いているのか。なるほど、明智光秀に会いたくばここを通れということらしい。行こうか。羽柴の兵、この戦いここまでか。だが坂本城まで落ち延びられれば。時間素行軍、どうやら明智光秀を逃がすつもりらしいな。なるほど、援軍を呼んでいたのはこいつか。俺を写しと侮ったこと後悔させてやる。切る。俺は偽物なんかじゃない。大したことはなかったな。だが気を抜くにはまだ早い。ああ、残っている奴らを掃討する。厄介な敵は片付いたな。ソラ、任務が終わったぞ。写しならこの程度かもな。戦況は羽柴軍が優勢。明智光秀も撤退し坂本城を目指している。山崎の戦いでの歴史は修復できたか。あれは どうした。すべきことは終わった。本丸に帰るぞ。俺はハクチュームを見ているのかもしれない。急に何を言うかな。冗談のつもりなのか。面白くないぞ。違う、向こうにヤマンバギリ国広が。なんだって。もういない。だが確かにあの姿は。あれは。
おお、光秀殿、待ちくたびれましたぞ。羽柴秀吉。そう怯えなさるな。わしはあなたの首を取りに来たのではない、取引をしに来ただけよ。これは何のたばかりか。織田信長を殺した私をお前が許すわけがない。いやいや、少々事情が変わってな。身の毛がよだつ悪夢がわしに迫ろうとしている。まだあかんだがな。命はお助けするから、この猿めの切り札となってくださらぬか。信長様への所業は許せぬが、事情もあったのだろう。陰でわしのためにその類いまれな知恵を働かせてくれ。何を考えておいでか。しかしながら、その取引は私にとっても。何者じゃ。ご無事ですね。ようございました。勘弁。なぜここに。いけませんね、頼る者を見誤っては。光秀殿がおとなしくあなたのために働くわけもなかろう。お前、やはりその絵。気になさいますが、私は天啓を授かったのです。おかげさまで誰が邪魔者となるかよく見渡せます。秀吉様、安心して私を頼みになさいませ。天下人に押し上げる計略は整っておりますゆえ、少しお手を汚すことにはなりましょうが、大業に比すればさしたる問題ではありませんな。お見事。無事に山崎の戦いを本来の流れに戻せましたね。お疲れ様です。今之助、一つ聞きたいことがある。戦場で見かけたこいつではない偽物くんのことだ。あれは確かに山ん切り国広でした。しかし私は把握していません。失礼します。調べることがありますので。何なんだ。見間違いではなかったことは確からしい。いいね、いい驚きっぷりだ。様子がおかしいように見えるが、出陣先で何かあったのかい。俺の、いや、なんでもない。おい、あまりに曖昧な話なんでね、ちゃんと調べがついたら報告するよ。どうしたんだろうか。新しい場所ができました。興味はない。控えていましょう。何かご入り用ですか。
はい、かしこまりました。はい、かしこまりました。秀吉様、まもなく我が隊も配置につきます。三成か、よろしく頼む。天下統一は目前にございますね。この三成、必ずやお役に立ってみせまする。叔父上、私も行ってまいります。退任をお任せくださりありがとうございます。ああ、重々気をつけよう。浮かない顔ですな。張り切っておるようだ。三成も甥の秀次も皆が皆。みんな秀吉様のこの先を夢見ているのです。秀吉様は違うので。農民の子に生まれたわしがここまでになると誰が想像する。もう十分じゃ。秀吉様だけはどうも御しきれぬな。むしろ以前よりも何かを恐れていらっしゃるような。別のやり口で葉っぱをかける必要があるか。黒田官兵衛に生死と異なる動きありだな。ああ、いかにも何か仕掛けてきそうだ。主従関係は良好に見えたが、そうではなかったのか。上役とはいえ己の方が優れていると思えば従うのが馬鹿らしく思えるのかもしれないな。俺にも覚えがある。含みがある言い方だな。おや、そうかな。気のせいじゃないか。とにかく今回歴史の流れが何かおかしい。策を弄するのはおそらく時間即応軍だけではなく。何を黙っているのかな。補足情報はないのか。残念ながらこれ以上ご案内できる情報はありません。あとは皆様の力量で解決すべきです。まったく愛想がないな。言われなくともそのつもりだというのに。本丸全員の願いを背負っているんだ。やるだけやってみる。騎士が検出されました。小牧長久手の戦い。織田信長亡き後、羽柴秀吉と徳川家康が覇権を争ったものだ。金之助の演算結果が意味するものが読み取れない。羽柴軍勝利という結末は生死の流れ通りとも見えるが、途中経過がデタラメだな。秀吉の甥羽柴秀次が襲撃されている。羽柴秀次が指揮する三河中入り作戦は放っておいても失敗したはずだ。襲う理由はないね。羽柴秀次を狙ったのは時間即応軍なのか、それとも別の。やれやれ、金之助はだんまりか。まあ調査を進めればわかるだろう。新たな流れが検知されました。
この俺に何を期待しているのやら。出陣いたしましょう。期待はするな。俺は俺の戦いをするだけだ。羽柴秀次を襲っているのは時間底夢か。なら話は早い。奴らを倒し秀次を救うぞ。羽柴秀次だな。加勢する。あなたたちは。いや、誰であれ心強い。助太刀感謝します。新手か。だが小物だ。数のうちに入る。一気に行くおしまいし、単調な攻め筋だ。どうかな。手は抜かないだろう。またか。貨幣での単調な襲撃、これまでに比べて嫌にお粗末じゃないか。確かに物足りないな。まさか敵はこいつらだけじゃないのか。秀次の頭がよく見える。本命はここからの狙撃か。止めるぞ。お見事。取った。羽柴秀次、合わせましょう。いかにも人の良さそうに。あのおじやって、この程度。この応援は、これで狙撃は防げた。戻るぞ。秀次のそばにまだ敵がいるはずだ。近距離と遠距離、二段構えの策か。時間底無にも軍師のような奴がいる。血で汚れているくらいでちょうどいい。切る。俺は俺だ。いるのか。だな、あの狙撃位置、秀次の進軍経路を把握しているかのような。何体出てくるんだ。もう疲れたのか。休んでくれても構わない。来い。そろそろ打ち止めかな。そうであってほしいのか。いや、まだ気を抜くな。やっと終わったか。敵の妙な策に翻弄された気もするが。敵の策ね。ソラ、任務が終わったぞ。昔とは違う自分、受け入れていきましょう。時間素行軍を軍師と結託することはできるか。奴らが軍師に干渉したと。まさか。あの狙撃には羽柴の者の息がかかっていた。この襲撃、糸を引いたのは黒田官兵衛だ。修復が進みました。黒田官兵衛はなぜ時間素行軍と結託している。これまでそんな兆候はなかったはずだが。
彼の狙いはおおよそ見えたけどね。羽柴秀吉を奮起させるためだよ。可愛い甥が危うい状況となれば、神経を研ぎ澄まし勝利を目指すだろう。確実に主君を勝たせるため時間素行軍の手を取ったと。しかし読めないのは時間素行軍の狙いだ。これまでの戦いとはまるで動きを変えてきた。秀吉を失脚させ歴史を変えるんじゃないのか。この歴史は今どこへ向いている。昔とは違う自分、受け入れていきましょう。ええ、しかと。興味ないな。では始めましょう。気にしろ。何かご入り用ですか。わかった。そもそも正史では小牧長久手の戦いには黒田官兵衛は関係していなかった。時間素行軍から情報を得てこの合戦に参じているなら何か歴史を変えようとする狙いがあるはずだ。今ここで思い通りにさせるわけにはいかない。へえ、さっきまで混乱していたくせにやけに立ち直りが早いじゃないか。慣れたんだ。いちいち臆している暇はない。結構。では天才軍師黒田官兵衛の策、今ここで阻んでみせるとしようか。新たな流れが検知されました。次の地点は岩崎城ですね。演算結果では三河中入り作戦が成功してしまうようです。本来の歴史では岩崎城を攻め落とすのに時間がかかり三河へ向かうのが遅れるのですが。黒田官兵衛の策と時間素行軍の力をして戦況が動いたんだな。はい、岩崎城は瞬時に落ちると分析されています。なお羽柴秀吉の子飼い石田三成の動きも見られるようです。一応警戒を。ああ、羽柴秀吉に義を尽くした智将だね。その中心で戦を進めてしまうかもしれないな。岩崎城の戦いは静止通りに収める。黒田官兵衛、石田三成、双方俺たちが抑えよう。なるほど、俺か。俺に構うな。
任せたな。お前たちの死が来たぞ。岩崎城の戦いを長引かせる。静止通り、橋場軍にはここで足を止めてもらうぞ。徳川兵を救援してください。鳴らせるな。兵力が減る。城の防衛が不可能となるが、調査失敗です。しかし、時空の歪みがあちこち。あれを放っておくわけにはいかないか。来たか。あっちは駒を動かしたか。援軍、岩崎城へ進軍せよ。橋場軍の兵が続々と。いや、まずは時空の歪みだ。これで二つだ。皆の者、進軍せよ。岩崎城を落とし、徳川の本拠三河へ迫る。石田三成、ゾロゾロ兵を連れているな。まあ、速やかに済ませよう。そこだ。ぶった切ってやる。敵に死を与えたい。まとめて止めてやる。はい、これでまた一つ。数こそ多いが大したことはないかな。勢いをくじくぞ。そこだ。速やかに済ませようか。ぶった切ってやる。敵に死を与えたい。示そうじゃないか。ここまで来て不甲斐ない。申し訳ございません。石田三成には引いてもらった。これで橋場軍の勢いは抑えられる。分かっている。Thank you.
食らって倒れろ。終わったな。時空の歪みは全て塞いだな。だがもう少し時間を稼ぐ必要がある。このまま徳川軍を援護して、静止通り羽柴軍を足止めできたな。これで大丈夫だろう。さて任務完了か。本領を発揮しようか。まあこんな付き合いも一興かな。それにしても嫌な造園だった。希望が見えたと思ったらすぐに潰される。敵の心を折らんという天才軍師の策だろう。あいにく俺たちには効果なしだったけどね。修復が進みました。そういえば、いや、なんでもない。少しはマシになったと思ったら、またか。お前を待っていると、城が100は落ちるだろうね。山崎の戦いで見たのは、やはり幻だったのかと思って。あれが何だったのかがわからない。敵の策のうちなら警戒すべきと思ったが。まあね。ただ姿の見えない相手より今は目の前のことに集中すべきだろ。わかってる。ふと頭をかすめただけだ。安心せずに進む。これもまた主のため。わかった。まずは米を炊くか。では始めましょう。やってはみるが。残念です。俺に期待するな。おや、伝説を増やしに行けますね。俺こそが将棋が打った本家ヤマンボ。これが本家の実力だよ。俺の力を見せつけられそうだ。
これが本家の実力だよ。いいですね。さて、あとは歴史のズレを回収していくか。その中で目立っているのは徳川軍の先鋒井伊直政隊が敗走しているところかな。井伊の赤鬼も時間疎行軍には通用しなかったんだろう。この戦い、簡単に羽柴軍に勝利させるわけにはいかない。俺たちは徳川軍の援護に回るぞ。新たな流れが検知されました。うつしなりにやってやるか。偽物君のお守りをすればいいのかな。期待はするな。俺は俺の戦いをするだけだ。時間疎行軍が井伊直政を襲っているな。急いで助けるぞ。おっちゃん、かかれ。この程度は時間が惜しい。さっさと済ませようか。邪魔な時間疎行軍は全て倒した。これで井伊直政の撤退は防げるはず。おお、援護してくれるか。見ぬ顔だが、味方の援軍か。そんなところかな。俺たちは気にせず戦いに集中を。俺は同じ顔の男が二人。情報を収集します。追跡してください。まったく何なのかな。待て、お前たち本当に我が軍の者か。悪いが少し話を聞かせてもらいたい。徳川方の仲間に厄介だ。とにかく追跡を続けるぞ。貴様ら何者だ。説明している暇はない。そら行くぞ。破れるとは。門が開いたな。先へ進むぞ。ここは通さぬぞ。悪いが他に道がない。こっちだ。凍らせてもらうぞ。徳川の重要な戦力を使われて俺たちが倒すわけにはいかない。まるで歯が立たぬ。あいつはこの先に向かったはず。探すぞ。いた、追いついたぞ。逃がしたか。わけがわからない。なぜ俺の姿を。ソラ、任務が終わったぞ。フッ、写しならこの程度かな。すっきりしないが、調査は完了だ。本丸に戻るよ。聞こえているのか。クソ、なんだと言うんだ。焦る必要はない。もはや我が手の先は見えているのだから。刀剣男子、刀剣のつくも神のようなものか。刀というのならば
持ち主にぶつけてみるのも悪くない。なんじゃ、勝ったのか。わしが腹をくくれぬうちに勝敗がつくとは。信長様、教えてくだされ。天下人とは何なんじゃ。わしは他人が作った道を進んでいるだけじゃないのか。お見事。以上、報告だ。また次の出陣で同じ相手に出くわしたら報告する。そうか、よろしく頼む。しかしよくわからんやつだな。なんて呼べばいいんだ。ヤマンバギリ国広だとややこしいから、そっくりさんか。偽物くんの偽物とかかな。ふざけた物言いはよせ。冗談に本気になるとはね。正体不明の輩に動揺しているらしい。当たり前だろ。他の本丸のやつかとも思ったが、おそらく違う。時間素行軍とも決定的に違うな。だから大したことではないよ。まったく何をイラついているのやら。なあ金之助、そうじゃないのか。気配は確かに。いや、何かがおかしい。まだ敵か味方かはわからないようだが。おや、まあだとしても相手の出方は知れている。少なくとも俺には取るに足りないことだよ。